皆さんこんにちは、タシアンダンサーギャバンです。一個前にですね、ダンスの上達アドバイス動画ということでね、上昇気流に乗りましょうみたいな話をさせていただきました。とにかく全力を出してね、何回かレッスンしてみれば自分でも気づくか、まあそれより先に多分周りが気づくと思いますけれども、おっていうのはね、絶対に周りから言われます。良くなったね、あそこ良くなったね、上手くなったね。でそれでお客様の前に出れば確実にね、なんていうか、まあ、ね、とりあえず合わせての拍手が、これが本当の拍手になってきます。本当に上手いからの拍手。ね。なんかこう、ね、プラスアルファの要素で、とりあえずそう出てきたから拍手してあげようの拍手から、マジで上手いじゃんの拍手にだんだん変わってきます。そこを自分でも感じ取って、よしと、ね、いうところで、どん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 、上昇志向に入っていってくれれば、ダンスに限ったことじゃないと思います。勉強もそうですし、何か、まあ、アルバイトとか仕事でもそうだと思うんですけれども、なんかね、自分で、その環境を楽しむための工夫っていうことをしてもらえると、なんか、いつも与えられる側じゃなくてね、自分で、その環境に合わせて、僕はよくアメーバ人間って自分のことを呼んでるんですけれども、三角形の、枠しか空いてないんだったら、自分がこう三角形にニュニュニュって変化する能力っていうのはすごく必要だと思います。ね、もう僕はもう丸しかダメなんですっていう形でやってると、三角でハマる、例えばその職場、人間関係、絶対に自分の持ってる三角形にドンピシャでハマるところなんてまずないと思ってます、僕は。うん。同じ三角だったとしても微妙に二等辺三角形だったりとか角がツーンってなってたりとか微妙に違うと思うんで、そこはやっぱり多少なりとも合わせていく能力っていうのは必要になりますので、なんかね、楽しめないなと思っても、じゃあどうやったら楽しめるのかなとかね、っていうところを考える訓練っていうのは若い頃からしてても全然いいんじゃないかなと思いますし、僕は今いつ頃から意識し始めたのか全然わかんないですけど、でもなんかね、本当に、ためにならないなって自分で決めつけちゃった時点で本当にためにならなくなっちゃいますんで、そこはね、もったいないことをしないでいただきたいなっていうのが、お話であります。で、今話出ましたけど、今回の、話の内容っていうのは、なんていうんですかね、レッテルを貼っちゃった時点で、もうその人から、学ぶことがなくなっちゃうよっていう話をしようと思います。これはね、島田紳助さんがまだそのテレビ出られてた時に、行列のできる法律相談所だったか、深い話だったかの中で、武田鉄矢さんとね、お話しされてる、もしかしたら、どっかで見れるかもしれないですけど、なんか昔というかね、見て、ああ、なるほどなって思いました。それ自体は武田鉄矢さんの言葉だったと思いますけど、やっぱり、なんていうんですかね。もう、先生と、ね。この人は先生だと。この人から学ぼうという、まあ、敬意というかね。この人なんかからもう学ぶことないよ。ここの人から先生と思ってないよ。ってなった時点で、本当にその人から学べることって、ゼロになっちゃう。っていう話をね、してて。学ぼうとするから、ね、やっぱその人から学べる。いいじゃないですか。僕だって会社の中で全員が全員尊敬できる人ばっかりじゃないですよ。中にはクソとかね、思う人もいるし、あんな人にはなりたくないなっていう人もいますよ。で、だからって言って、その方の全部をやっぱ否定するのは、武田さんの考え方で言ったらやっぱもったいないわけです。なんで僕はこの人のことが嫌いなんだろう。じゃあ僕がこの人のことをちょっとあまり よく思わなかった。のはまあ性格なのか仕事ぶりなのかわかんないですけど、じゃあ仕事ぶりでいけば、こういう仕事ぶりをすると、僕みたいに思う人がいるかもしれない。じゃあこの働きぶりは改善しよう。性格で言ったら、ああいうことを言っちゃったりすると、やっぱり嫌われることがあるな。じゃあこういうことはやめよう。逆にあの人はああいうことを言ってて、ものすごく辛抱が厚い。じゃあ、ああいう人の発言、に寄せていこうとか。だからその、まあ、ね、悪いって一概に言えないですけど、まあ自分にとってね、ちょっとあまり好かない人だったとしても、反面教師として勉強すればいいわけです。ああ、あの部分が良くないんだな。
あの人の全部じゃなくて、あの人のこの部分が良くないから、この部分は真似しないでよ。逆にここはやっぱり強化されてるから、ここはやっぱり、自分もね、そこができてないんだったらやっぱり学ばないといけないなっていうことで、やっぱりこう、もう一枚だけもう嫌いなやつ、べっ、レッテル貼っちゃった時点でもうその人から学べることが本当ただのゼロになっちゃうんで、やっぱそれがもったいない。いや、武田さんがおっしゃったことが、すいません、ちょっと一言一句はちょっと覚えてないですけれども、でも、ニュアンスとしてはそんな感じでした。やっぱりこう、学ぼうという気持ちがなければ、もうただの嫌いとか、ね、ってなっちゃったら、もう本当に学ぶことがなくなっちゃうので、もったいないです。何かいい部分があるんだろう。何か悪い部分があるんだろう。だから僕もその、まあ、例えばね、無能な上司とか、ひどい上司とかあったりしますよ。でも逆に言ったら、会社だってバカじゃないわけですから、そういう人を重役に据えるからには何かあるんですよ。その人には。売り上げがものすごいのか。まあ、社内に対してあれかもしれないですけど、取引先に対しての、話術は素晴らしいとか、ちゃんとその、仕事を取ってくるだけの何かその下準備をすごく根回しうまくやってるとか。うん。だから何かあるはずだっていう気持ちで見るかどうかですよね。あ、なんもないだろう。ここにはもう何も、宝物も何もないよって思っちゃったら、もう本当になくなっちゃう。ただの荒野、砂漠になっちゃうんですね。いや、なんかあるだろうと。なんかあるはずだというつもりで行くと、やっぱり自分で何かしら探すわけですよね。そんなはずない、そんなはずない。何にもないはずなんかない。絶対ある。いい部分も悪い部分も含めてって考えたら絶対ありますよ。だからそういう意味で、人と接するときにね、まあ、例えばですけど、何か、指導されるときに、まあ、やっぱりね、お子さんのときっていうのは、全部が全部のね、習い事、好きなわけじゃないです。自分で決めた習い事じゃないことだってあります。僕だってクラシックバレエは始めた理由は母親に連れて行かれて、自分で選択権なんかないですよ。小学校1年生ですから。ね。だから、その小学校1年生からまあ、中学手前ぐらいまではもう自我っていうよりかはただやらされてる感じで、中学入ったら結構学校が楽しくなっちゃったんで少しサボりがちになって、で、遅ればせながら高校生ぐらいになって頑張って、ると伸びるっていうのはなんか自分の中で掴めてきて楽しいな、自分で研究して改善して楽しいな。だから僕なんか高校ですよ。高校時代になってやっと気づいたわけです。だから逆に言うと、まあもちろんね、それぐらいの時期に気づけたらいいとは思うんですけど、種たまらわクラスとかね、あとは出張レッスンの生徒様には少しでもね早くそのことに気づいてもらえれば、まあ確実に気づいてなかった自分に比べればプラスになると思いますんで。ぜひね、何かこの人からでも得るものはあるはずだと。ね、これはこの本読めって言われてね、わあ、なんで読みたくないのにって思うかもしれないですけど、もしどうせ読むんだったら、いやでも、お父さんが勧めてくれた、兄貴が勧めてくれたからには何かあるんだろうというつもりで読むだけで、同じ例えば1時間読むにしても、読めって言われたから読んだよ。多分得るものないっす。でも、なんか一個ぐらいね、なんか一個ぐらい、こう、見出しでもいいし、中の言葉でもいいし、なんか一個でも見つけよう。っていうことをやれば、同じ1時間であったとしても、一つは確実に宝物を見つけることができるわけですから。もしかしたら、お父さんとか、兄貴とか、勧めてくれた人の、ピンポイントのそれが発見できなかったとしても、自分で宝物を発見するということが、そもそも一番の宝物ですから。やっぱそこはね、決めつけないで、ぜひレッテルを貼らないで、なんかあるだろう、なんか宝物あるだろうっていう気持ちでやっていただくと、すごく人生豊かになるんじゃないかなという感じがいたします。まあそういう僕もね、偉そうに人のことを言えるような、人生を送ってないですけれども、自分の中では、例えばね、会社に言われてセミナーに行ったりとか、本を読めって言われた時に、もちろんたまにね、っていうのはありますよ。ありますけど、でもそのまま、どうせ意味ねえよって、ままやっちゃったら本当に意味のない講座になっちゃうんで、これでね、自分の人生の1時間なり2時間使うのは本当もったいないです。逆に言ったら、内容が薄かったとしてもね、なんで薄かったのか、僕がじゃあ、講師でやるんだったら、ここをこうすればよかったのかな、
手元の資料が良くなかったのか、説明が良くなかったのか、グループワークと座学のバランスが悪かったのか、考えればいいわけです。で、あ、なるほど、ここが前回のこれ、あの、何々先生に比べるとここが良くなかったのか、で考えればいいわけですから。だから僕からしたら、まあ、ありましたよ、今までも。あんまり、その、身にならないセミナーみたいなのがありましたけど、身にならないセミナーを本当に身にならないセミナーにするかどうかは僕次第ですから、身にならないのはなぜかっていうところを自分なりにね、落とし込んで、じゃあこうすればもっと良くなるんじゃないかなって考えるところまで行き着けば、それはもう意味のないセミナーではなくなるわけですから。そういう形でね、まああんまり損得感情とかでやりすぎても面白くないとは思うんですけど、ただ少なくともね、今、教えている生徒様には、やっぱりこう、なんですかね、本気を出して頑張る、もしくはアドバイスを、まあ、聞く。まあね、皆さんからすると、頼りない師匠かもしれないですけど、今一応指導者役ということでやらせていただいてますんで、まあ何か一つでもね、ギャバン、しょうもない先生だけど、なんか一個ね、得るもの、なんかあんだろうと、ギャバンでも一個ぐらいっていう気持ちでね、レッスン臨んでいただけると、少しでもね、砂の中に砂金が絶対埋まってますから。で、かつ、生徒様は皆さん若いわけです。若くて可能性を秘めててね、もう、信じられないぐらいのエネルギーと才能を体に宿してますんで。それをただね、なんか毎週の、ただ言われるがままにやらされてる1時間で終わりにしてほしくないなと思ってますんで、今回は本当にね、レッテルを貼っちゃうと良くないです。これはもう意味のないセミナーだって言った瞬間に、本当に意味のないセミナーになるのと一緒です。意味のないレッスンだ。意味のないダンスだ。親に言われてやってるだけだ。思った瞬間本当にそうなります。そうしないためにね。やっぱり年単位で習い事やるからには、少しでもやっぱり身につけてもらいたいなと、思います。僕自身も無駄にしたことってたくさんあります。でも、やっぱり今、30代ね、半ばになって、もう若い頃と全然違いますから、やっぱ思うのは、これからはあんまり無駄したくないなって思いますんで、ぜひね、若い子たちにどこまでちょっと伝わるかどうかわかんないですけれども、何か参考になれば、幸いであります。シャンダーさん、ギャバンでした。ありがとうございました。マルル。